警備レッジは、警備レッジの各メディアサービス利用者を対象に、韓国語を一緒に勉強したい男性アイドルをテーマとした調査を実施。その結果をランキング形式で発表しました。K-POP や韓国ドラマをもっと楽しむ上で勉強しておきたいのが韓国語。そんな中、韓国語を一緒に勉強したいと多くの人からラブコールを集めたのは誰だったのでしょうか。早速結果を見ていきましょう。出典源 K-Village Pipe 韓国アンケート調査調べ。第1位 ENHYPEN2期、第1位は ENHYPEN の2期さんでした。ダンス職人との呼び声高い圧巻のダンススキルでグループを教えている2期さん。グループの万年末っ子で、普段はメンバーに甘えたりいたずらしたりとキュートな一面もあり、そんなギャップで多くのファンを夢中にしています。2期さんはグループ唯一の日本人メンバーでありながら、ネイティブ並みと言われるほどの韓国語の実力の持ち主。回答者からも、韓国人がびっくりするほどネイティブな発音、落ち着いて教えてくれそうとの声がありました。第1位 &チーム K、 そして第1位は &チームの K さんでした。先日5月8日にシングル「さみだれさみだれ」をリリース。7月からは初のアリーナツアーも開催予定と、今注目のグローバルグループである &チーム。最年長としてグループを引っ張っているのが日本人メンバーの K さんです。美しいダンスとコンセプトの神と称される表現力で人気を集めています。回答者からは、 K 君が頑張ってるから私も韓国語を頑張りたい、努力家だから一緒に頑張れそう、可愛い笑顔を見ながら勉強したいとの声が届いています。